キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、スカウト編成から見る、はい、セリーグ6球団のチームの強さ分析。お、ね、はい、なぜそのチームが強いのか弱いのか、うん、スカウト編成を見ればはっきりするっていうね、はい、うん、これが里崎がいつも言うチームの強さの一番責任あるのはフロントやと、うん、次が選手、はい、その次が首脳陣、うん、それが今逆転してんだよ、はい、一番批判されるのが首脳陣。あ、まあそう言われてますよね。でその次選手、はい、で最後にフロント、うん、真逆だから、はい、一番責任あるのはフロントだからっていうのを明確にしようっていうのがこの里崎チャンネルです、はい、編成ってことですね、うん、編成スカウトが悪いからチームは弱いんですよっていう、うん、なんですか、 見る目がないからみたいなことですから。そうそうそう、戦略も戦術も、はい、選択も悪いっていう、はい、だから弱くなってるのに、うん、監督コーチのせいにばっかりしてんじゃねえよ、お前らだぞって。でもやっぱゲームとか見てるとこう言いたくなっちゃうんですよね、やっぱりね。いや将棋もね、はい、飛車とか角とか歩とか金とかいろいろ揃えてくれるけどいいけど、はい、あれ全部歩だって見勝たれへんで、藤井聡太さんでも勝たれへんで、はい、全部歩だったら。でもそこはね、を明確にしようっていうところ で、はい、で今回はセ・リーグ編、うん、セ・リーグ6球団の前回まではね、はい、この改訂版として19年まではしてたけども、はい、その19年以降の、うん、あのドラフトを含めたドラフト編成のチェック、あとは過去でね、はい、無印だったけどエースになった人ともいるから、うん、それを改訂していこうっていうところをね、はい、まあ、4年ぶりぐらいでやりましたけども、うん、はい、今回、まあ、あれは過去からの通算だから、うん、結構20年くらいだったからね、うん、そうそうそう、今回は今のチームにどこまでその編成がチームの結果にフィットしているのかっていうところをその探るために12年以降です、はい、約10年、うん、これ約10年のドラフトだけを取って、はい、SAB のランク分けしてそのチームがどういう編成スカウトをやってきたのか、はい、しかもそれはやっぱりドラフト1位から3位までが編成とスカウトの能力の発揮しどころですよと、うん、ね、その選手を1000人の中から1位を選ぶわけでしょ、うん、誰でもよかったのに、うん、なんで牧行かなかったんですか、ドラフト2位だから1位でも取れたんですよとかね、うん、なんで源田とか中野行かなかったんですかとかもあるからね、はい、1位から3位までの評価しかしませんっていう、ね、はい、ところで、いやー、はい、ね、なんか見えてきました。いやそれはドラゴンズ、はい、弱いよそうですよ、このやっぱ10年を見て、だ10年の見てね、はい、2012年以降、はい、中日ね、うん、B ランクが 21.21%、はい、でこれは2023年までとほぼ変わらないのね、はい、パーセンテージでいうと、うん、で A は 6.06%、うん、これ2023年までの全部入れてからは 1% 下がってるわけ、はい、で S は2023年までが 14.44% だったの、はい、それがなんと 3.03%、この10年に S がほとんどいないってことですか。だからこの10年で2010年以降のドラフトで S になった選手は、はい、なんと柳だけです。わで A になった選手が、うん、又吉と小笠原のみです、うん、でもう又吉いません。いないですね、うん、でなんと、パーセンテージ 30.30%。いやまあでも今これは弱いよって言ったじゃないですか、うん、他のチームと比べないと一番ダメです。これが一番ダメなんですね中日が一番ダントツで低いです。ダントツ、はい、え、じゃあちょっと多いところ見たいですね、うん、すごいところ、すごいところ、すごいところ、もう1位いくの。いやだってこの差が順番でやっていきましょう。あ、こう下からいくんですか、うん、あ、了解です、はい、うん、やっぱ下からいきましょう。もう最下位、はい、もう編成、うん、スカウト平均1人いないんだよ、うん、そうか、上位3人の中にだから今試合出てる選手を作れてないってことなんですね。そう、今だからその上位作れてるのはだから柳だけなのよ、トップクラスになってるの、はい、あと小笠原でしょ、うん、他誰もいないんだよ、うん、まあ、高橋宏斗がね、はい、まあ、A になることは今後十分、うん、もしくは S 取ることは十分、うん、あの予想できるけども、うん、それでも 30% だからね。そうですね。S 3% よ。はい。それはひどい。この時点でね。それは弱い。はい。1位から3位までってそんなに育てなくても。はい。やってくれるでしょ。そんな1から、うん、育てなくても、うん、まあ高卒だった話は別だけども、はい、うん、そんなね、うん、っていうのがあるじゃん。はい。
で4位以下はしっかり育てていきましょうみたいな、うん、俺は認識があるわけ、はい、まあ、監督コーチの責任もあるけども、はい、5割以上はフロントでしょっていう、うん、1位から3位までが活躍できないのは、そうです、ね、しかも全員は無理だけど、うん、30%はひどい。まあまあドラフト1位が不発だからね、うん、中地ブライト、高橋宏斗、石川根尾、鈴木宏、柳、小笠原、野村、鈴木、福谷。この10年のドラフト1位がなかなかですね。全然、うん、全然、はい、小笠原と柳の、これ、これ、それはもう苦しい。そうですね。じゃあ続いて5位見ていきましょうよ。5位、はい、5位はですね、うん、このチームです。東京ヤクルトスワローズ。おー、順位に反映されてますね。反映されてるよ今年の、うん、ちょっと、はい、で B が、うん、24.24%、はい、でこちらはあの23年全部ひっくるめた中では 20% なんで、まあ、4.24% 上がってるんだけども、はい、うん、A が 0% です。ああ、そうなんだ、うん、で S が 9.09%、うん、で合計でいうと 33.33%、 あ、だからいわばあの1ドラフト1人は、はい、活躍してる選手、活躍してる選手いますよっていうぐらい、活躍してるっていうか、まあ、試合出てるね、うん、活躍じゃない、試合出てる選手いますよっていう一言で、はい、うん、だからそのね12年から見ていくと、はい、まあ S が3人っていうのは、うん、小川、村上、清水、はい、で A はいた、うん、あと B だけ。山田選手はもっと甘いのか、うん、山田選手10年だから、そっか、うん、早ないんだ。で中村雄平は2008年ですね、うん、っていうところで、はい、だから2012年以降だと A がいないのよ。だから試合出てる人はいますよっていう、ね、本当だ。結局でも球界のトップクラスになる人が少ない、うん、もうズバ抜けてる人と試合にまあ出てるけど、そうそう、だからもうこの、うん、すごい人とそうでもないみたいな、この差が激しいあるんですね。だからここの人が活躍しなかったら、うん、もう落ちるしかないんだ。だから村上選手が活躍しなかったから落ちるってなる、うん、まあ活躍してるけど、うんうんうん、前半ね困るし、はい、うん、大川が勝ちきれなかったら、はい、もうそれで続ける人いませんよみたいなね、うん、山田選手もちょっと不調だね、うん、そうだね。だからもうちょっと、うん、で清水もね、うん、ちょっと去年なかなか苦しかったところもあったし、うん、だからこのヤクルト村にいる天井人が、はいはい、ちょっとでも調子を落としたら、うん、もう全部崩れますよっていう、あ、そういうだから頼りすぎ構成になっちゃってるんですね、うん、神様に頼りすぎチーム、うん、B の人たちがもっと A にならないといけないんですね、うん、そう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 、最下位の中日は、はい、もう誰もいませんみたいな問題ありますよ。上位の中に活躍する人がまあいません、うんうん、でヤクルトは、はい、宝くじ一等も当てるけど、はい、ほぼほぼ安いみたいな、うん、だから差が激しすぎるから、うん、もうちょっと中間層の押し上げが必要だね、うん、そうですね、うん、当たりは引いてるけどもみたいなね、はい、やっぱり上位で選んでる3人の中にはもっと A ぐらいになる人が出てきてほしいです、ね、うん、でももう今後出てくるか A、うん、2012年だって杉浦もいないでしょ、はい、竹下いないでしょ、うん、で原樹里、うん、A ならんやろ、ならないですか、なかなか行っても B ぐらいちゃうかっていうね、うん、で寺島、うん、もおらんやろ、はい、で村上でしょ、うん、で清水でしょ、うん、で奥川ね、でも投げれてもないからね、そもそもね、でそれはもう A になるポテンシャルは十分あると思う、はい、でも投げれてないからね、で木澤ね、木澤は S 可能性あるね、はい、ホールドをね、で山下ね、投げれてないからね、うん、出てきてほしいですね、うん、で吉村は A になる可能性もあるけどね、はい、うん、だからまあまたあと 2,3 年したら伸びしろは十分あるけども、うん、そうなってくると今度もう小川がいなくなるからね。あ、そうですね、うん、年齢的に、うん、だからそこら辺やっぱきついよね、うん、ちょ天井人頼りすぎだね、だから脆いね、うん、そうですね、うん、そこが調子崩すと当たりも引くけど順当たり引けてない、うん、分かりやすいですね、当たり引くけど順当たりが、うん、いないなかなかっていう、うん、だからそこら辺がもうちょっとねカバーしきれなきゃいけないところが、うん、まあ、チーム編成上はやっぱりその天井人がこけたらこけるっていうね、はい、ところの編成になってるから、はい、まあ、そこら辺は現場に責任があるのかフロントに責任があるのかちょっと分かんないけども、はい、そこら辺がちょっと改善点だね、はい、うん、じゃあ4位いきましょう。4位はですね、阪神タイガース。阪神か、はい、B が 12.12%、はい、
でこちらは2023年に比べると 25.56 から半減してます。うん、で A が 9.09% でこちらは若干アップ。あ、まあ、アップ。うん、で S が 15.15% で、若干アップ、3ポイントアップ。あ、でも A と S がアップしてるのはいいことですよね。そうそうそう。うん、で全体的には 36.36%、はい、こちら4位に。4位か。なりますけども、うん、まあ、12年以降だと、うん、まあ、藤波がね S、はい、岩佐が A、うん、で坂本、大山、うん、近本、木浪が S だからね、うん、で里出ると伊藤正志が A だから、うん、野手がいいって話をね、そうのとこでありましたもんね、うんうん、だから B がいないところが多分ここの 36.36% に、うん、低いところだけども、はい、でもA と S が多いからね。そこがヤクルトとちょっと違うところ。そう、中日はだって A2 人の S1 人、うん、ヤクルトは A0 人の S3 人だったから、はい、それが S5 人の A3 人で、しかもそのまあ藤波はねいないんだけども、うん、だから S4 人と A3 人が全員もう主力なのよ。そうですね、うん、あのもう能力が落ちてる選手、まあ、上がってる選手たちだから、はい、落ち目の人たちがいない、うん、そこら辺がちょっと強みでもあるかなっていうね、うん、年齢層若いですもんね本当に今のチームが。そうそうそう、うん、でしかもその S たちが近年だからね、うん、15年以降だから、うん、そこら辺は多分大きな違いなんじゃないのかなっていう ね、うん、そうですね、うん、ところはパーセンテージ低くとも質がその中の質が高いっていうね、うん、あと下位の選手の支えもあるって話よね、うん、そうだね。あとはこの多分パーセンテージ少ないのは B の数が少ないんだよね、うん、中日とヤクルトが B が7と8で B が結構多くて、うん、阪神は B が少ないから、はい、B が少ない代わりに A と S が多いんちゃうかっていうね、うん、そうですね、うん、で、3位はジャイアンツ、B が 21.21%、はい、A が 12.12%、うんS が 12.12% で 45.45%、うん、まあ、5割はいってないんだけどね。あ、でも40超えてるんですね。うん、そうそう。でじゃあなんで B クラスなんやって思わへん、うん、はい、思います。あんのよ答えが、うん、それちょっと巨人のところで、ね、うん、ちょっと話しましたけどね、うん、12年から、だから菅野からだよね、うん、はい、菅野ちょっと今落ち気味だよね、うん、10勝必ずするわけじゃないじゃん、はい、で次の S 小林、うん、もう言い方悪いけど補欠じゃんね、うん、次の A が田口、うん、もう巨人いないじゃん、はい、ヤクルトです。で岡本、うん、で大城、うん、で高橋幸、はい、一軍狙われてないじゃん、ね、で山崎伊織大成だから、うん、実質4人なのよ、はい、AS が8人もいるのに、はい、そのうちの半分がもう稼働してないか、今出てないちょっと全盛期から落ち切ってて、はい、どうなるのかっていうところだから、うん、阪神は全体的に 36.36% 少なかったんだけども、うん、A と S の4人がまだ伸びしろ途中、うん、はい、巨人は 45.45% で阪神より多かったけども、うん、AS の割合が8人として阪神と一緒なんだけども、はい、その中で半分が落ちてるって、うん、今出てなかったり出てなかったりっう、うんうん、するわけよ、はい、で B の選手でももう桑原とかいないじゃん、うん、で畑でしょ、うん、吉川重信、うん、高木、利根もいないでしょ、うん、はい、だから巨人って実質いるやつだけで言うとめっちゃパーセンテージ下がる、うんうん、で今最低でも今在籍中のやつだけで言うと、はい、大勢、山崎伊織、うん、平内、高橋優希、大城、うん、畑、吉川、重信、岡本、小林、菅野、うんうん、11人になるからね。7人いないんだよ。わー、そうすると18人中11になるやん、はい、11になると中日と一緒です、うん、だから巨人はやっぱりその、ね、高いけども今のチームの成績に直結してないのはやっぱりその大半の選手がもういないっていう、うん、戦力外になってたりして、はい、いないところが、うん、とあとはちょっと菅野が若干落ちてきてる、 S 持ってるけど落ちてきてる、小林はもう今レギュラーじゃない、うん、っていうところが数字上は高いけども、うん、ちょっと中身がね、そうですね、うん、ちょっと苦しいかなっていうところが、はい、今の順位直結してるのかなって、うん、で2位、はい、まあ、どっちだ2位は DeNA、 51.52%、 あ、すごい、だ約半分以上は、はい、まあ、もう B 以上になってるっていうところで、うん、B がね 27.27% で23年前だと 28.09% か、まあ、ほぼ 1% で A が 12.12%でこちら 6.74% 約倍、うん、で S が 12.12% でこちらは
前回より 16.85 だから若干下がってるけども、はい、ね、DeNA でいうと12年以降ほぼほぼマークついてるんだよ、うん、だからまあ移動ね、A、まあもういないけどね、うん、山崎康明、今永、東、ね、牧、うん、っていうところが S になって、伊勢、うん、大貫、浜口、うん、っていうところが A、うん、でしかもこれね、他のチームとのここまででいうと大きな違いは2年連続ちゃんと結果残してるやつが多い。あ、これ BB とか AA っていうのは2年連続以上、うん、もしくは複数回以上ってことだから、まあ、S はね1年でタイトルとベストナインとか取れば SS になるけども、うん、AB は2年連続とか2シーズン活躍しないと AA とか BB にならないから、はい、そういったところでいうと伊勢もね、はい、2年連続の要はこのホールド35ホールドを達成してるってことだし、うん、大貫も2年連続10勝、うん、2年間10勝してるのもあるし、うん、で柴田もね、うん、2年連続100試合以上、倉本、石田ってね、で平田、まあいないけどね、もう、うん、で三島っていうところも、でも2年連続結果を残してるってことは、うん、スタンダードに1軍の戦力になってるっていうことだから、うん、そうですね、まあ、そういったところでは、まあ、1軍の戦力上はいいんだけども、じゃあなぜ優勝できないんやって話だね。はい、なんでですか。それはね、うん、まあ実質東は去年だけだからね。そうです、山崎康明がちょっと落ち気味になってんのかなっていう、うん、だからまあ阪神との一番の違いは少ないけどエース、はい、若干巨人 DeNA は落ち気味のエースの人がいるから、ここは若干ポイントは持ってるけど、うん、だって俺だってもしいたらよ、うん、2SS なわけじゃん、はい、でも能力ないじゃん今、はい、ランクと能力が比例してるかどうかも大きな多分今の順位の反映だと思うから、うん、まあドラフト戦略はいいと思うんだよね、はい、でもやっぱ長く続けれるようにと、やっぱ生きがいいのはやっぱ阪神だったね。うん、そうですね、うん、でもやっぱ戦略上はいいからしっかり A クラスにも残れるっていうね、うん、ところの力強さと、あとは他の解説者の人が優勝予想をするっていうところがここにゆえんあんのかなと、うん、で、はい、1位がなんと広島カープ、はい、ね、B が 24.24% で2023年から比べると3ポイントアップ、うん、で A が 9.09% で2023年から比べると 1% ダウン、で S が 21.21% で、2023年全部から比べると 0.1% アップというところで、合計 54.55% ドラフト上位までが、だって12年からだから、はい、鈴木誠也、うん、大瀬良栗、田中康介、うん、で矢蓋、うん、島内、で森下、まあ、ちょっと S だらけですね、うん、で A が岡田、床田、栗林、うん、で B が野間、堀江、矢崎、うん、ケブナ、小園、林、森浦、大道、うん、じゃあなんで優勝できんかってとこじゃん、はい、それはもうね、さっきの理屈で言うと、はい、鈴木誠也いないね、うん、で大瀬良と栗がもうちょっと勝ち星増やしてほしいよね、うん、で田中康介はもうレギュラーじゃないよね、はい、で矢蓋はもうチームにいないよね、うん、だからデータ上いいんだけど、この2012年から比べると鈴木誠也、田中康介、矢蓋、3人チームにいない、もしくはもう主力じゃない、うん、S がいるけどね、いるけど3人はもう今いないか主力じゃないっていう、いないってことですね、うんうん、で大瀬良栗がもう一つね、うん、っていう頑張りが必要やっていうところと、はい、A の岡田もいないチームに、うん、っていうところで、はい、で成績はいいんだけど、うん、ドラフトとしては成功なんだけど、はい、じゃあ今のチームになんで反映されないかっていうと人がいない、あ、出て行っちゃったりとか、うん、ちょっとその S だった選手が今活躍してないとかって、ね、そうだね、うんうん、だそういったところがまあね、去年2位になったけども、うん、なかなかね優勝へと勝ちきれないところかなっていうね、うん、でもドラフトとしては本当に多くの選手がこうランクつくっていうのはすごいことですね。そうだね、カープのだから2015年以降で見たらよくわかんちゃうかっていう、16年以降で考えると、16年だと1、2、3、4、5、7年じゃんね、はい、もう7年間だいたい7年間ぐらいが30歳前後ぐらいになるじゃんね、はい、チームの主力として、うん、ってなってくるとヤクルトは村上と清水だけ、はい、S がね、うん、で A0 に、うん、で、中日は柳だけ、はい、で A0 に、うん、で、広島は島内と森下、うん、で A が床田と栗林、うん、で、阪神が2016年からだと大山、近本、木浪で、里出る伊藤正志が A、 で2015年入れると坂本が S でいるわけ、うん、巨人が大城が S、うん、大城のみで、はい、高橋優希、山崎伊織、太田大成、うん、で横浜が東、
マキが S で、うん、A が伊勢と大貫だから、うん、結局下位のチームって2016年以降のいなくない？はい、人がね、やっぱ阪神が一番今活躍してる人がいる感じですよね、うん、1人、うん、とかしかいないからね、うん、だからそういったところではなかなか苦しい感じかなっていうところもあって、うん、まあ、ドラフトとしてはね、はい、広島、DeNA、巨人、阪神、ヤクルト、中日の順、はい、だからやっぱり弱いヤクルト、中日、成績がなかなか上がらないところでいうと、うん、中日はもう編成大きな問題あるんだっていうところもあるし、ヤクルトはちょっと神様次第だなっていうね、はい、ところもあるし、うん、まあ、巨人が4位で昨年低迷したのはドラフトの成績上はいいけども、もういい成績の人がもう今現戦力のど真ん中にいないっていうね、うん、で DeNA は伸びしろ十分だけど若干もう落ち目な人たちが入ってきてるところがなかなか苦しいところだし、うん、阪神は伸びしろね、はい、抜群だし、これからまだ広島はまだそこ主力で頑張らない人たちが若干成績を残しきれてないところが1位に届かないから、うん、そういったところで見ると確率上はカープ、DeNA だけども、まあ、落ち目の選手がいるかいないかもね、この10年で見てると面白いなっていうところもあるんで、うん、16年以降で見るとやっぱ阪神のドラフトがやばいね。そうですね、うんうん、この近年だけで考えると、そうそう、6、7年ぐらいで考えるとやっぱ阪神がやっぱ強さがすごいっていうところと、うん、はい、ドラゴンガンっていうところになってくるのかなっていうところもあるんでね、はい、まあ、そこら辺はまだまだね、これ一生改定できるから、そうですね、うん、どんどん足していきますからね、そうだね、からあの順位予想をしていくと、まあ、面白いかもしれないし、はい、まあ、そういったところで開幕前ね、さらに順位予想に反映していきたいと思います。はい、はい。